K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント1回戦第1試合を行います。青コーナー172センチ、 64.3キログラム、 ブラジルファイアンカイロスマイウェイジ、木村フィリップミノール。戦慄のブラジルのフックが火を吹くか。木村フィリップミノル。赤コーナー175センチ、 65キログラム、 日本 K1 チーム恵比寿小比類巻道場、ノエリーマサキ。新時代の怪物ついに。ジャッジ部門による話題を巻く芹沢健一、共に1993年生まれの22歳です。 K1 の生まれた年に産声を上げた2人です。向かって左、幼い頃から怪盗の異名を取った天才肌ノエリーマサキと、暴力的な拳一つでのし上がってきた木村フィリップミノル。アンダー65キロ日本代表決定トーナメントは究極にして対極な2人がクロスします。トーナメントは3分3ラウンド制、エキストララウンドも1つ用意されています。1回戦と準決勝に関しては1ラウンド中2度ダウンするとノックアウト負けとなります。画面が木村フィリップミノル、そして赤コーナーはノエリー正明。ネガさあ、いよいよ戦いが始まりました。 K1 ワールドグランプリ2016アンダー65キロ日本代表決定トーナメント。さあ、この戦い解説席にはマサトさん、そしてアルカンドピースから平子祐希さん、さらにはスポーツライター中村匠さんを迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、マサトさん、いよいよ始まりましたね。はい、立ち上がりからものすごく距離が近いですね。そうですね、はい、本当に下がらない。ノエリーも下がりません。そうですね、これはやっぱりトーナメントで1日3試合あるんで、はい、木村選手はこうローを蹴らしちゃいけないですね。なるほど、ええ、中村さん、はい、この2人はどんな風な戦いになるんでしょう。そうですね、僕事前に K1 の前田プロデューサーに取材したんですけど、はい、ノエリー選手の唯一こう弱点をつけるとすれば木村選手だということを言ってたんですよね。なのでこの相性的な部分でこう木村選手のそこのピースがはまれば、うん、木村選手の勝利が近づくと思いますし、ノエリー選手もまあそこは自分でも分かってると思うんで、そこをどうこの木村選手に対して、うん、クレバーな選手ですから、 そうですね、そこをどう準備してきたかですけど、うん、軽量の体重は木村選手の軽かったんですが、体でかいですね、うん、木村選手、ね、フレームが一回り二回り違う。しかし赤いグローブのノエリーがガード高く構えてプレッシャーじわじわかけていきます。下がりながら今ジャブを出したのが青いグローブ木村フィリップミノル。木村選手一発のパワーありますからね、はい、当たると怖いですよね。そうですね、うん、平子さん、はい、本当にまさに一撃誰でも勝つ可能性があるのが木村フィリップミノルなんですね。そうなんですよね。で今回ノエリー選手が倒して勝つことにこだわるっていう話をしてたんで、もしかするとその、はい、いい意味での噛み合いの中で木村選手の一発が当たる隙も出るんじゃないのかなとは思うんですけどね。ノエリー選手左のインドとかミドルキックすごいいいですね。あ、そうですか。いいです、はい、パンチもしっかり見えてますね、うん、左ヒック右のストレートにつなげた。これは本当に木村選手蹴らしてると効いてきちゃいますよ。ちょっともう膝のあたり赤くなってきてますね、やっぱり下半身効くとパンチももらいやすくなっちゃうんで。なるほど、左フック、左ダブルです。ボディから顔面。まあ、ノエリー選手ブロック硬いですからね。本当ですね、ブロック硬いですけど、木村選手のパンチだったらブロックの上からでも効きますよ。あ、なるほど、ブロックの上からでもガンガン打っていっていいと思いますね。うん、あ、そうですか。一撃！勝てるか木村、勝ちました。いや、まさかすごい。いや、今おでこでしたけど、今ダメージありますよ。本当一発目の膝はおでこでしたね、うん、ダウン取った膝で、その後ボディでダウン取って、
トーナメントこの勝ち方1回戦ですると乗りますよ ね、 そうですね。ダメージもないし。勝利いたしました。平子さんいかがですか。木浦選手のパンチの乗りはすごくいいように見受けられたんですけども、ノイリ選手のローキックで目線が下がってるところの膝でタイミングバッチし合っちゃったかなっていうところですよね。そうですね、まだ木村、フィリップ、ミノルはリングを降りることができません。中村さんいかがでしょう。いやもうノイリ選手の本当にもうなんですかね、やりたいことっていうかハマった、そんな KO 勝ちだったと思いますね。そうですね、1ラウンド2分54秒でした。準決勝進出はノイリ正明です。